バスティーユ牢獄は17世紀から19世紀にかけて存在したフランス・パリの牢獄。元は1357年から建築開始された要塞だが、1659年以降は主に州の刑務所として使用され、1789年までに5279人の囚人がその門を通過した。収容者には政治犯や精神病者なども含まれたため、 旧体制支配の象徴とされた。1789年のフランス革命勃発時に民衆により襲撃され、フランス共和主義の重要なシンボルとなった。革命後の1806年までに解体され、現在はバスティーユ広場となっている。フランス語のバスティルは要塞を意味するが、定冠詞をつけ、大文字でラ・バスティルと書いた場合は、パリのバスティーユを指す。 要塞という意味に限定されず現在は、この広場付近の地区を指す語でもあるため、要塞であることを強調したい場合は、ラフォートレスでラ・バスティルという表記をすることもある。日本では、バスティーユの牢獄やバスティーユ監獄とも言う。バスティーユの見取り図フランス国内に3カ所あった、国立刑務所の一つで、パリの東側を守る要塞として1370年に建設された。 サンタントワーヌ地区にあるので、バスティーユ・サンタントワーヌとも言う。中世のパリ市は全州を城壁で囲まれた城郭都市であり、バスティーユはその内閣の一つにあたる。約30メートルの垂直の城壁と八木の塔を有し、周囲を堀で囲まれ、入り口は2カ所の羽橋だけであった。その後、パリは人口が増加して城壁の外にも市街地が広がったことと、 中世の構造物のためにバスティーユそのものが大砲の時代には軍事的価値を持たなくなったが、この侵入が困難で出入り口が制限される構造が刑務所に向いていると判断された。ここ国事犯の収容所としたのはルイ13世の最小利主流であり、これ以降バスティーユには国王が自由に発行できる直命逮捕状によって捉えられたものが収容されるようになった。 ルイ14世の時代に王政を批判した学者なども収容されるようになり、またこの頃から収容者の名前を公表しなくなったため、市民たちに色々と邪水されるようになった。囚人がバスティーユに連行される際、馬車の窓にはカーテンがかけられ、外から覗くことは不可能であり、さらに出所する際には、監獄内でのことは一切喋らないと宣誓させられた。 また、牢獄内ではなお名乗ることは禁じられ、豪室の囚人と呼ばれていた。バスティーユは、人間だけを収容するわけではなく、危険視された者は、直命逮捕助によって、いかなる者でも収容された。有名な例としては、百科全書が、欧州保管されたことがある。1776年から、最後の要塞の司令官は、ベルナール・ルネジュール・ダンド・ローネー公爵であった。 バスティーユ襲撃後、要塞は解体処分された。アンリガリ公園にあるバスティーユ要塞の基盤移行一般に、バスティーユは残虐非道な監獄であると誤解されているが、実情はかなり異なる。部屋は5メートル四方であり、天井までは8メートルある。窓は7メートルの高さにあり、鉄格子がはまっているものの、外の光は十分に入り込む。また囚人は、 愛用の家具を持ち込むこともでき、専属のコックや使用人を雇うことすら可能だった。食事も豪勢なものであり、昼食に3皿、夕食には5皿が出され、嫌いなものがあれば別のものを注文することができた。牢獄内ではどのような服装をしようが自由であり、好きな生地、好きなデザインで服をオーダーできた。また図書館。 遊戯室なども完備されており、監獄内の囚人が病気などになった場合は、国王の寺院が診察した。このため、他の監獄で病人が出た時、病院ではなくバスティーユに搬送することがあった。このように環境が整っているため、出所期限が訪れても出所しなかったり、何ら罪を犯したわけでもないものが再建者から逃れるために入所したこともある。 1774年のルイ16世即位からバスティーユ襲撃の1789年まで収容された人数は合計288人であるが、このうち12人が自ら望んで入所している。要塞は革命後に解体が決定された。解体作業中はその石材で作ったバスティーユ老国のミニチュアを土産物として売る業者が横行し、 カロンド・ボー・マルシェやオノーレ・ミラボーがその様子を記録した。1806年に解体は完了した。現在はバスティーユ広場となっており、広場中央には1830年7月革命の記念柱が建っている。広場に面しては、かつて郊外線のバスティーユ駅があったが、廃止後に解体され、1989年よりオペラ・バスティーユが建てられている。現在は、 メトロバスティーユ駅の5号線、ボビニーきホームに、この要塞の壁の遺構の一部を見ることができる。またバスティーユ広場より少し離れた、セーヌ川沿いのスクエアアンリガリに、丸型の基板の遺構の一部が移され保存されている。ありがとうございます。